ワクワクスマイル相談室。15分になりました。この時間スタジオに毎月一度お越しいただいておりますワクワク不動産、あ、失礼しました、ワクワク法人 REA 東海北陸不動産鑑定建築スタジオ株式会社一級建築士不動産鑑定士の中山さとしさんにお越しいただいております。中山さん、こんにちは。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということでね、ワクワクスマイル相談室の解説という形になります。中山さん、はい、お元気でしたか？なんとかやっておりまして今大変な状況になってましてですね。そうですね、そうですね、もう世の中ね、世の中はもう大変な状況になってましてですね、うん、どうしてもYouTube のチャンネルやってるんですけども、はい、最近私のことやっぱり YouTuber と呼ぶ人が出てきましてですね、本当かよと思うんですけどで他のチャンネルをこうパラパラ見てるんですよ、うん、でテレビのチャンネル変えるみたいに、うん、その YouTube のチャンネルっていうのがあって、でそれを変えて見てるんですけど、どうしてもやっぱり住まいと投資って名前つけたもんですから、投資関係のものを見ているとですね、いや本当に皆さん大変な状況になってましてですね、はい、いやもうこれはどうしようかみたいな、言わなくてもなんかすごい声が暗い人がいたりですね、大変な状況になってたりするんですけどね。うん、昨日もなんかなんかすごい株式市場が大変だったという話もあるんですけど、なんか意外とどうですかね、まあ、私は株式は素人なんですけども、最近、株主優待とかっていうのがあるじゃないですか、はい、なんかこう、例えばうどん屋さんとかですね、牛丼屋さんとかですね、なんかハンバーガー屋さんとかですね、なんかその手の株主優待目当てで買ったら面白いんじゃないのかなって個人的には思うんですけど、うん、でもおすすめはしないですけど、ね、あ、そうですか、はい、だから例えば20万くらいのを買って、うん、3000円、1年間3000円くらいのこうお食事券、はい、300円券が10枚とかそういうのがあるんですよね。それでなんか食べに行かれたら楽しいのかな、どうなのかなと、はい、中山さん自身もそうやって楽しんでたりもするんですか？私ですか、うん、うどん屋さんは買いました。あ、そうですか、はい、そのこと言っていいのかどうなのか分かりませんけど、はい、だからうどん10杯くらいは、ただじゃないですけど、投資してますからね、食べれるのかなと、今ちょうどそれ買い行くかなと思うんですけど、買った途端にもうだだ下がりするかもしれませんからね、なんとも言えないんですけど、そっか、そうやってこう株、まあ、投資チャンネルということで名前もついてますからね。そうですね、一応そのつもりはないんですけど、やっぱりどうしても見てる人はそっちの方が興味があるみたいで、うん、単に儲かるか儲からないかみたいな、私としてはもっと違うことをやりたかったんですけども。その中山さん YouTube チャンネルありますけど、そこに住まいと投資ってつけたのはなぜ投資を入れたんですか？なぜ投資を入れたかというと、ネタがなくなるだろうと思ったんですよ、うん、例えばその壁にちょっとおしゃれな、棚を作る作り方みたいなのがあると楽しいなと思うじゃないですか、うん、でも意外とそれ見ておしまいなんですよね、うん、でも投資って入れたら多分毎日上がった下がったとかいう人が出てくるだろうなと思って、うん、一応ネタが切れないようにと思ってつけておいたんですけど、でもちょっと投資的な話も、まあ、何が儲かるとかそういう話も載せてるわけですよね。そうですね、うん、やっぱり載せてみると、うん、そっちの方がはるかに一番見られたりするので、それ入れてるんですけど、人間そうですね、はい、割と何をすると儲かるみたいな、その中山さんの YouTube のタイトルですかね、各アップしたもののタイトルがすごい魅力的ですもんね。そうでしょもうこの先にも日本真っ暗だみたいな感じで書いてあるんですけど、よく聞くとそうじゃないんですけど、はい、でも一番見られてるのはそんなんじゃなくて、うんうん、一番見られてるのはマスクの買い方っていう、あ、そうでも上げてるんですか、動画があって、うん、で私たまたま朝10時にドラッグストアに行ったんですよ、たまたまなんですけど、うん、そしたらラッキーなことで買えたんですよ、で買えたので朝10時にドラッグストア行ったら買えましたっていう動画を上げたら、これがね一番見られてるんですよ。それでじゃないですか、世の中ドラッグストア結構渋滞というか列に並んでるらしいじゃないですか。そうでしょ、うん、そういうでもね、それだけのことだったんで、ものすごい高評価低評価ってあるんですけど、うん、ものすごい低評価の割合が多くてそう
ですか。そうなんですよ。でそれに負けずに今度ホームセンターに行って、ホームセンターに行ったら普通 の、 あの我々が思うようなマスクは売ってないんですけど、うん、あの工事用のマスクっていうのがあって、よくそうですね、あの解体とかその、外で作業する時のなんかこうマスクがあるんですよ、はい、でそういうマスクがなら売ってるんですよ、うん、はい、でそれを買ってきてつけてみましたっていう。それもアクセス数はそれが1番2番ダントツで1番2番なんですよ。中山さん、それこのご時世楽しんでますか、もしかして。いや楽しんではないんですけども、たまたまやってみたらそうなったっていう、はい、実験的にね、あの住まいと投資チャンネルでしたっけ、はい、そうです、解説されてますので ね、 でね、ぜひクリックしてみていただければというふうに思います。さて今日はいろんな質問のある中で、あの毎回質問に答えていただいてるんですけど、はい、軽い方からいきますか。いや前回の続き で、 続きからいいですか、どうですかね、大丈夫ですか、はい、じゃちょっと時間的によくわからないんですけど、うん、でもこれあの多分しゃべり出すとまた長いんだろうなと、前回途中で終わってしまったんですよね、はい、じゃあその質問からねまずいきたいと思います、前回の質問なんですけど、そろそろマイホームを検討していますという、まあ、男性の方から質問いただきました。リフォームと新築のメリットデメリットを教えてください。また依頼する住宅施工会社が多くて悩みます。大手住宅メーカー、地元の工務店、建築デザイナー、地元の大工さんなど、選択肢による大きな違いは何ですかという質問をいただきました。ちょっと前回のおさらいというところから入っていきたいとは思うんですけれども、そうですね、簡単にまとめて言うと、うん、まあ、一言ずつですけど、うん、はい、まず新築かリフォームかっていう話ですよね、はい、一番大きいのはお金の問題だと思うんですよ、うん、で新築だと35年のローンが今組めますので、うん、あの月々の返済も例えば3000万円借りたら月々どうですかね9万円くらいですかね返済になるので、まあ、それでいけると思うんですけれど、まあ、あのリフォームの場合には残念ながら住宅ローンのような低金利でしかも35年も長いローンってないんですよ、うん、ですので、まあ、貯金がどのくらいあるかということによって、まあ、あのその辺が決まってくるのかなというふうに思いますね、うん、あと意外とあるのは、おじいさんからおじいさんとか、住宅ローンの贈与を、あ、住宅ローンじゃないや、リフォームにかかるお金を贈与してもらうというやり方があって、今これが、消費税が上がってちょっと変わったと思うんですけれども、まあ、いくらか何百万円かの単位で、贈与税がかからないという、はい、昔は贈与税かかったんですけど、うん、そういう制度もあるので、まあ、そういうのも使えるかもしれないなというふうに思いますね、はい、であとリフォームだと固定資産税が、まああの市役所の方に見つからなければ、まあ、安いままなんですけど、新築だとやっぱ高いという、まあ、そういう違いがあるので、うん、まあ、お金の面で、お金の都合でお財布の都合で考えてみたらいいかなというふうに思いますね。それからあとは住宅メーカー、地元の工務店、それから建築デザイナー大工さんという感じだと思うんですけど、前回話ができた住宅メーカーがあって、まあ、住宅メーカーは高品質だけども何十年か経って修理するときにちょっと大変かなっていうのが話がありました。全部専用品を使ってますので、そうですね、壁紙とか、そういう話でしたっけ？そうですね、うん、はい、外壁とか屋根とか、うん、直すのがちょっと、難しくなるかもしれないなというのがあったのと、地元の工務店さんはもう本当にピンキリですので、まあ、やっぱり地元でやってらっしゃるところに頼むと、まあ、間違いはないのかなという感じはしますよね。でそんな話があって、で建築デザイナーはどうなのかというところで終わったと思うんですけど、そうですね、建築デザイナーですよね。で地元の工務店さんに頼むと本当に、なかなかコミュニケーションというかお話が難しかったりするんですよね。その使っている言葉がちょっと世界が違うとこう共通に話せる言葉がなかったりするんですよね。いやみんな日本語使ってるんですけど妙に専門用語的だったりするので、であとはその建築会社さんでやっぱり得意不得意があったりするの でそういうところも分かってないとあれっていう話になるかもしれないと。でそういうのを分かってらっしゃるのが建築デザイナーさんなんですよね。ですのでもともとその、まあ、工務店さんと付き合いがあるのでこの部分はそこの工務店で、
例えば水回り の, あの配管はここにしようとか、あの全部把握されていると思うんですよ。建築デザイナーさんは、まあ、デザインはするけれども結局そう使うのは工務店さんに依頼するっていう形になるんですか。そうですね、設計する人が、うん、自分でトンカチ使って建てるっていうのはほとんどないと思いますので、やっぱりそういうところをお願いするんですけども、うん、やっぱり 得意不得意とか、うん、そうね、高い安いとかどうしてもやっぱり出てくるんですよね、うん、なので、まあ、作ろうとしているものをに、まあ、あったようなもの、あったような業者さんを選んで、まあ、チームを作ってくれるということなんですね。でその、まあ、反面なんですけども、うん、やっぱり設計をする以上設計料がかかると。でこれがいくらなのかはもう本当にピンキリなんですけど、一番安くて 3% で、一番高くて 20% くらいお取りになる方もいらっしゃるんじゃなかろうかと。なるほど。そうですね、で有名な方だったらそういう感じになるんですよね。でここまでは話したような気がするんですけれども、で、まあ、そうやって作ってできたものっていうのはいいかどうかという話になるんですが、その家族であればすごいいいものになるとは思うんですよ。だこういう暮らし方でこういうのだ、こういう考え方を大事にして、例えばその、そうですね、ヨーロッパの洋館のようなそんな暮らしがいいみたいな感じだったら、そんな風に作ってくれるんですけど、でもそれはその家族に合わせただけであって、他の家族に合ってるとは思えないんですよね。だから自分専用のものなので、あまりにもその自分専用のものなので、例えば30年とか50年経った時に、中古で売りたいっていう時にはもう非常に売りにくいものになる。そのお宅用のカスタマイズされたものですもんね。そうなんです、この家族構成で、うん、この暮らし方でこういうライフスタイルだったらいいんだけども、同じ家族はありませんので、はい、で世の中その時々あるんですよ、超有名な建築家が作った自宅っていうのがあって、でこれが時々不動産の中古の物件として出てくるんですけども、むちゃくちゃ高い割に全く売れないっていう、うん、使い勝手がちょっととかそういうことなんですかね。そうですね、やっぱりちょっと専用品すぎてね、うん、みたいな、まあ、車で言えばこうあるじゃないですか、よくなんかあのピカピカ光るものを外つけたり、うん、なんか妙にあの車高車の高さを低くしてみたり、なんかまあバンパーを変えてみたりあるじゃないですか、うん、ああいうことをしたら中古の市場で売れるかどうかって言われたら、なんかちょっとどうかねみたいな感じになるでしょ。確かに、いやでも作るときにそこまで考えるかどうかですよね。そうなんですよね、その人にとっては一番良かったんですけども、うん、いざこうなんかの時に、まあ売りましょうとかですね、よくあるのは離婚しましたみたいな話があったりすると売らないといけないんですけど、でそれで売ろうとしたら、うん、こう全くこう引き合いがないというか、そういうものになってしまうという。そうですね、人生何があるかわからないですからね。そうなんですよ、そこがねっていう。だからデザインとかそういうのに来れば来るほど、あの長い目で見た時に、まあ資産としてはどうかなと、まあ、逆に一般的なもの、その辺で売ってるようななんかマチ箱みたいな、そんなのはかっこよくも何ともないんですけども、でそういうんだったら、まあ、ああいう家ねって感じで、もう人が他人がイメージできるじゃないですか。でそうすると、まあ、分かってもらえるというか、よく売れるというか売りやすいですよね。本当、いやどこまでを念頭において考えるかですけどね。そうなんですね、まあ、そういったところを考えていただければと思いますよね、うん、それからあと大工さんがありますよね、はい、大工さんね、そうですね、で大工さんというのは、うん、だからこう職人さんなんですよね、うん、で職人さんなんでやっぱりこうあの家は俺が作ったんだよみたいな、そんな感じで後々残るわけですので、うん、手を抜かないですよね。手抜かないからいいかなと思うでしょ、うん、確かにそうなんですけど、でご機嫌を損ねるとちょっとあれですので、こういかにこう、これは俺が作ったんだいと思ってくれるようにこうおだてるという言い方はちょっと良くないですけど失礼のないように、気難しい人もいるかもしれませんが、うまくこうお付き合いできればいいなとは思うんですけど
ね。それはでも大工さんならずともっていうところあるんじゃないですか。そうですね、うん、じゃあ大工さんじゃないところ、例えば工務店さんだと営業の方がいて、うん、営業の方がこうワンクッションを置いてくれたりするんですよね。どうしても家を建てたいっていう人はなんかすごいこだわりがどっかにあるんですよね、うん、でそういうこだわりをこうストレートに伝えてしまうと、こう職人の方がへそを曲げてしまうこともあるんですよね。大工さんに依頼するときはやっぱり営業マンみたいな人はいない感じ。そうですね、もうそういう方はいらっしゃらないところがほとんどだと、うん、あ、じゃあ料金とかの相談も直接。直接、はい、そうなるんですね。だからもうちょっと むちゃくちゃなことを言い出すと、やっぱりへそ曲げるんですよね、これがね、うん、でへそ曲げて、まあ、作るに作ったけども、なんか全然魂のこもってないようなものができたりすると。いえ、本当ですか。それはね、やっぱりそこが一番気をつけないといけないなと思うのと、あとはそのなんていうんですかね、まあ、職人なので、こう一部はものすごいものを作ってくれるんですよ。例えば壁を塗るんだったら、その壁の塗り方とか、もうなんていうんですかね、こう下地からこう綺麗にやってくれるんですけれど、一つ一つのものは素晴らしいものができても、全体的に、いや、ものすごい壁を作ったんだけども、それは壁を塗ったのは実はトイレだったみたいな、そこまでいらないんだけどとか、水かかったらどうするのとか、そういう感じになる、うん、場合があるわけですよね。そうです、うん、だからすっごい一生懸命やってくれて、すっごい素晴らしいものができるんだけども、それをそこでやるかというようなことが、うん、まあ、あるかもしれない、うん、ですよね。はい、だからもうそれは職人さんなんでね、だそういうこう家と人の使い勝手とか、そういうところは、うん、まあ得意不得意で言ったらちょっと不得意なところかなというふうには思いますね。まあもちろんそういう大工さん次第なんですけど。そうですね、いろんなこの経歴というか、たくさん作ってらっしゃるからこそ分かるところももちろんあるかとは思いますね。そうですね。あとはですね、うん、そうですね、まあ、人気のあるところだと、どうしても1年以上待つことになるんですよね。あ、そうですか。はい、ですから、まあ、あそことあそことあそこ建てて、その次がその次ですみたいな、そんな感じになるんですよ。だからもう何年経つか分からないっていう、そういうこともあり得るということですね。そうなんですか。はい、だから逆に、うん、すぐできますよっていうところは、うん、あんまり腕がいいかどうかっていうとちょっと怪しいかもしれないということなんですよね。なかなかそこまで見抜くっていうのは実は難しいかなって。そうですね、これは難しいですね、うん、ご機嫌を損ねるともうね、な魂の心のこもらないものができてしまう可能性があるので、うん、やっぱりそこは、まあいろいろな特徴があるので、はい、気をつけていただければと思うんですけど、うん、今日のそういえば今日の新聞にもあったんですけど、うん、今こういうご時世じゃないですか、うん、そのなんか新型肺炎がとかいう話があって、うん、で、まあ、外国に旅行に行くにも今大変な時期じゃないですか、うん、でそうなると今日の新聞にありましたが、今から家を建てたいと言っても、例えばトイレがないとか、キッチンがないとか、輸入できなくて、家が建たないということが現実に今起きてるんですよね、はい、ということなんで、まあ、お考えのこともあるとは思うんですけれども、今はやっぱり家を建てる時期ではどうもなさそうだと。いや、これ1ヶ月前にこの話をしてた時は、ええ、あ、なんかね、いいタイミングですねみたいな話もあったんですけど、やっぱりこう1ヶ月で状況はガラッと変わりましたね。そうですね、だからもう今建てているところも工事を中断しているような状況ですよね、新築に関しては。はい、とか、いや、まあ、とにかく輸入、この部品がないから作れないんですっていうことになってて、トイレとかが、しょうがないから、ショールームにあるのとか、倉庫にあるの、全然古いものだけどこれで我慢できますかみたいな、そんな感じに なるんですよね。そっか、じゃあその お家のマイホームの検討というのもちょっと時期を考えた方がっていう状況になってきた、ね、多分今から頼んでも、もう今建築しているのができた、できた後から始めましょうねっていうことなんで、相当時間がかかるかなっていうふうには思いますね。それぞれ その、まあ、依頼するところが決まったらどういう状況かみたいな、まあ、とこ問い合わせながらっていうのも大事かもしれないですよね。そうですね、うん、まあ、問い合わせてもねっていう もう
今日その選択肢による大きな違いっていうところでいろんなその違いを教えていただけましたけれども、はい、最終的にじゃあどこに依頼するかっていうのの決め手みたいなポイントって何かありますか？いやこれまた難しいですね、うん、まあ、場所にもよりますよね。だからもしよく分かっている場所だったら、まあ、そこで強い工務店さん、そこの場所で活動されている工務店さんを、まあ、もし僕ならですけど、うん、選ぶかなというのが半分と、あとはやっぱりどうしても、我々普通の人が思うことと、その建物を実際に作るときに考えることはやっぱり違うので、まあ、どうしてもそこを翻訳してくれる人が必要なんですよね。でそう考えると、まあ、建築デザイナーの人で、まあ、堅実なものを作ってくれそうな人にお願いするか、どっちかかなっていう感じですかね。まあ、安くあげたいんだったら地元の工務店さんに直接言うし、まあ、多少複雑なものであれば、まあ、あの建築の関係の方がちょっと入った方がいいのかなっていうふうには私は思いますけど、はい、まあ、それは人それぞれなんですけど、いろいろやっぱりこう尋ねてみて深く聞いた方がいい、まあ、聞くだけじゃ分かんないですよね。そうですね、聞くだけだったら面倒くさがられますからね。なので、まあ、難しい、まあ、地元の工務店なら地元の評判だし、建築デザイナーならホームページいっぱいあの作ってらっしゃると思うんで、まあ、そういうのでこう、いろいろこう考えてみるっていう感じかなというふうには思いますけどね。やっぱり家作りっていうのは難しいですね。そうですね、まあ、その後の一生が決まってくるところもあるので、やっぱり難しいもんですよね。でいろいろ考えるくらいだったら、もうそれこそあの普通 の, あの、何の変哲もないものを作った方が、あの後々は無難かなというふうに思いますよね。車もいっぱいあって迷ったらもうこれみたいな、国民車みたいなのがあるので、まあ、そんな感じのやっとくと、まあ、間違いがないのかなというふうにも思いますしね。はい、いろんな考え方が、ね、ありますね。またあの参考にして家づくり考えてみてください。